テンスアニバーサリー劇場版遊戯王超融合時空を超えた絆は、2010年1月23日公開のアニメ映画、3D 映画。テレビ東京系アニメ、遊戯王シリーズの放映10周年、記念クロスオーバー作品である。テレビ東京系でのアニメ放映10周年記念のスペシャル作品で、歴代3作品、遊戯王デュエルモンスターズ。 遊戯王デュエルモンスターズ GX、遊戯王ゴッディーズの主人公が集結するクロスオーバー作品。テレビ東京、ナズが制作する遊戯王劇場用作品としては初めての日本国内向けの作品であり、遊戯王を関する劇場用作品としては通算3作目に当たる。3D メガネを通して鑑賞するスクリーンから立体が飛び出してくる。 本格 3D、セルアニメの長編映画としては、初世界初の手書きアニメの、立体 3D 作品である。ワーナー・マイカル・シネマズ、東方・シネマズ、T ・ジョイ、ユナイテッド・シネマ等の 3D シアターで公開された。スタッフには、遊戯王シリーズに長年携わってきた、デュエル構成の被告母・マ弘、脚本家の吉田真が参加。キャラクターデザイン、モンスターデザイン、 創作画監督には、デュエルモンスターズ以来となる、鏡隆弘が起用された。音楽は、ゴディーズに参加している、ミノ武隆氏ウォール・ゴプロジェクトが担当し、同作からの曲が多く使われているが、GX からも、10代のテーマや、熱気決闘者たちのアレンジ版が使用されている。ゴディーズ監督の小野勝美は監修として参加し、カード演出や使い方のチェック、 レイアウトの指示などに携わり、劇中では、カメオ出演を果たしている。監督には、様々なアニメ作品で演出家として活躍している、シリーズ初参加の竹下健一が起用された。原作者の高橋和樹は、原画スタッフとして参加しており、終盤で遊戯がカードをドローする、ワンシーンを描いている。2D で制作された映像は、 株式会社 Q テックにより 3D へと映像が変換された。特に D ホイールやカードなど CG が使われる場面で 3D 効果が強調されている。同社の水谷は二次元のイラストで使われる遠近法の奥行きを 3D で再現することが難しく苦労したと制作を振り返っている。入場者限定として遊戯王 5D、ソスグカード。 新進苦願の黒竜が配布された。キャストには、テレビ番組、先読みジャンバーンの司会のアメリカザリガニの柳原哲也と、平井義幸、南明が、ゲスト出演している。遊戯王ゴディーズにおいては、公開前から、番組冒頭と、エンディングに、映画の宣伝が組み込まれた。番組冒頭では、九州にわたって、劇中で使われる九種類の新モンスターを、 紹介している。映画の試写会の模様や主演3声優のアフレコ収録風景なども合わせて放送された。また、映画の公開期間中はオープニングとエンディングが映画の映像が盛り込まれた特別仕様になっている。また、ゴディーズ本編と設定や世界観を共有しており、本編にも関わっている。 2010年1月23.24日の初日2日間の週末興行収入ランキングでは初登場6位となっている。2011年2月26日より全米にて公開。ただし、通常のロードショー上映ではなく日程を2月26日27日及び5月5日6日に限った限定上映。これを皮切りに 順次ヨーロッパ圏やアジア各国でも上映された。また、日本でも世界公開記念と大一同日より、ワーナー・マイカル・シネマズでアンコール公開が行われた。また、ゴディーズ本編もそれに合わせ再びエンディングに映画の映像が盛り込まれた。アンコール上映では、本編映像の後に特別映像として、遊戯王ゼアルの本編がダイジェストで公開され、来場者には、 下敷きが1枚配布された。表は、ゼアルの広告となっており、裏は、デュエルモンスターズ、GX、ゴディーズのどれかで1作品で使用されたカードが紹介されている。こちらは、映画で使用されたカードのイラストやテキストも含まれている。2011年6月15日に DVD とブルーレイソフトとして販売された。 3D と 2D の2種類の映像が収録されており、3D 映像はサイドバイサイド方式となっている。初回特典に前述の新シンクガンの黒竜1枚と描き下ろしスリーブ、ブックレットなどが封入されている。未来から来た謎の敵、パラドックスによって不動優勢のスターダストドラゴンが奪われてしまった。不動郵政はパラドックスを追ってタイムスリップし、 精霊と通じる友情十代と伝説のデュエリスト、武と遊戯に出会い、3人はパラドックスとの壮絶なデュエルを繰り広げる。この2人は GX にも登場している。パラドックスが使用するカード。パラドックスが身につける仮面と同色の鎧を身にまとっている。パラドックスは新モンスターのことを体になるモンスターと表現しており、遊戯は新モンスターから 闇の力を感じ取っている。イラストは元のモンスターの構図を左右反転させたような姿になっている。真とは新しいと罪を意味するダブルミーニングである。英語名においては真を使用すると関係ないカードも含まれるため名称が有害なを意味するマレフィックが使用されている。パラドックスは各時代で集めた最強のモンスターたちを真モンスターに 変化させて、デッキに加えており、新生岩の白龍新新区岩の黒龍新サイバーエンドドラゴン、新レインボードラゴン、新スターダストドラゴンの5種を使用している。新モンスターは、元となったモンスターを、デッキから墓地に送ることで手札から特殊召喚が、できるが、フィールド魔法、新ワールドがないと破壊されてしまう。オフィシャルカードゲームでは、効果が異なり、 五種のモンスターたちは元となったモンスターをゲームから除外しなければならない。フィールド魔法は新ワールド以外のカードでも代用できるが、それらの新モンスターはフィールド上に一体しか存在できない。新モンスターが標速表示で存在する限り他の自分のモンスターは攻撃宣言できないというデメリットがある。ただし、新パラレルギアは 唯一召喚条件に指定がなく、二つのデメリットを持たない。この他に、新モンスター同士で、シンクロ召喚する、シンパラドクスドラゴン、それが破壊された時に特殊召喚できる、シントゥルースドラゴンといった切り札を使用する。なお、その二体は、他の自分のモンスターが攻撃宣言できないというデメリットを持たない。ありがとうございます。